はい、ゼステリア前回の続きからやっていきます。前回もクソ微妙なベヒモスにやられてね、もうちょっと俺もねあいつに対して腹立ってるんですけどね。あいつはね正直強すぎる。現状最強と言っても過言じゃないぐらい強いんでね、もうあいつほっときます。コートペンドラゴでセルゲには多分左かな、おそらくですけど左っぽいですね。ベヒーモスめちゃ強いな、あいつほんまに。まあ、基本的にあの、やっぱなんかやたら正気まとってるでかいやつは強いですね。まあ、あれは多分ちょっとしんどいなっていうのがありますね。過去の、多分、やつ、立てるかもな。ついてない。お、あるぞ。別に、スレイの中は濡れないし。それ取り付いてるみたいで怖い。けど、ちょっとずるい。うん。西ペンドラゴですね。職人の町ラストンベル。アップルグミさて行きましょうか。じゃあ敵番とかありそうな気がすんでもないけど、うおでっと、ウリムに追いかけられたし、Jポイント、うん、中間地点、まあここでルーラポイントですね。無駄に広いんだよねこのマップね。おそらくペンドラゴですねこっち。イベント来ますかね、多分。ん？おい。ちょっとやばそうな雰囲気出るやんけ。何個セーブポイントあんねん。ちょっとやばそうな雰囲気出てるやないかい。南西ペンドラゴで、キャロメット、キャメロット、なんじゃらで。南西ね。あれか。どっちや。まあ多分、こう下かな。これかな、多分。うん、こっちでしょうね、おそらくね。まあ、どれ行ってみますか、一回。一応見渡しながらね。やばいやついないかどうか見渡しながら。これ結構たまに普通にいますからね、やばいやつ。お、宝箱。うん。しばいてやろうか、ホーク。全力で高野海ホーク。空中に逃げられる前に、一気に叩くぞ。風属性は火が弱い。ということで、行きますか、ヒデ。おい。ハグはエンダー、一点突破、強いね、さすが。ほっ、さて行きましょう。ほい、一点突破、いいね、ダブルカメイ。ほい、お疲れ、オイル攻撃。すごいナイフさばきですね。他に何も隠し持ってないけどね。さて、多分これどうか。ピーチ組、うまそう。ん？なんかある？はい、じゃあまあオークファーマー。おいおい、農民来たぞ、オークの農民。農民やろこれ絶対。牧場のあれやろ。オークファーマーってすごい名前やな。結構 HP やばいよ。いけるか。攻撃回数増えてない俺なんか。見て。ほら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 。攻撃回数増えとるぞ俺。気のせいかこれ。ほら。連続攻撃やばない、増えてない。援護を頼む。浄化完了。ん？あ、まあ、ミーいるー。この雨寒すぎ。エクスチクサー、もう怖いっていうかうるさい。てか天族も普通にくしゃみするんだね。確かにね。セーブポイントが異常にあるけど、まあ一応セーブしよっかこの辺で。うん、セーブしときましょうか。でもこのデゼルの速掛けが強いですねこれね。強いというかこれ便利ですね。やっぱもう走るスピードが速いっていうのでかいわ。オッケー、これでとりあえず、ルーラポイントを3つぐらい作ったんで、もう行き来できますね。あんま使ったことないですけど、ルーラ。ペンドラゴ、来ました。もうなんか、RPG って感じの名前やな、ペンドラゴって。ほんまに。ペンデュラム召喚やで、これ。さて、大きいな、イベント発生しますね、奥で。グリーン
ート大陸最大の都ペンドラゴですわ。宿は広場の正面にある宿がおすすめだよ。詳しいんだな。ちょっとね、昔よく来てたから。あれは、お、ディスカバリー、セレクト。立派な噴水ですわね。ペンドラゴ名物の一つだよ。詳しくは知らないけど、地下水道で遠くから水を引いてるんだって。そうなんですか。無駄に水が噴き出すものをわざわざ作るなんて、やっぱり人間ってバカよね。勉強術も使わずに高度な技術だと思いますけど。無駄、無意味、徒労、別名フンヌの噴水っていうんだ。フンヌの、なぜそんな名前を。なんか水道の調子が悪いらしくてさ、時々あ、こうなるから。なるほど、人間バカすぎ。フンヌといえばラースですね。鋼の錬金術師。てか天教術って言うんかよ。ジャスティス、ジャスティス、ジャスティスって、聖なる魔法ジャスティスだ。アイヒジェシーカプラス10か。始末どったれ。じゃあな、さて行きますか、宿屋に。お、イベント発生。揉めとる誰か。セルゲイさん、数奇鏡の配下だ。捕らえようとしたのだが、ただものではなかった。とんでもない動きね。見えただろ、氷魔だ。数奇鏡の配下が氷魔になってるとは。申し訳ありません、教会神殿に逃げ込まれました。事実のようですわね。おそらく奴は連絡係だと思う。雨寒いんですけど、長話迷惑なんですけど。詳しい話は雨宿りできるところでお願い。仲間が寒がってて、天族だって風邪ひくんだよ。ロゼさん、見えない人にはわからないだろうけどね。失礼した。天族の方々もおられるのですな。我が騎士団島へおいでください。優しい奥方だ。うん、まだ奥方なんて言ってる。うん、エルゲイと組むんか。ピーチ組、ピーチ組好きやな。銀のとこに入れんねん、ピーチ組。騎士団島ってどこやねん。おそらくあそこじゃないな、間違いなくな。それはそう考えたら、あそこ言うと敵の本拠地やから、敵の本拠地にあるわけないから、まあ多分こっちの地区ですかね。うん、こっちでしょうね、おそらくね。こちらの地区に多分騎士団島はある。見ろ、ここだ。ん、どこだ騎士団島は。どこにあんねん騎士団島。宿屋か、宿屋か、宿屋の中とかありえるな。違うか、違うわな、これ。こんな絶対騎士団島ってどこにあるんやろ。ほら、できたよ。あの先にあるんかな、もしかしたら。まあ、一回行ってみますか、とりあえず。敵の本拠地の近くにあるんかな、もしかしたら。あえて敵の近くに着くっていう断定するっていうね。
作戦なのかもしれません。まあ行きましょう。よっと。騎士団と、あった！近いやん、結構。まあ一応味方という設定やもんな、こいつ、あいつらも確かに。鈴木教の。ただまあ意見が対立しとるみたいな。さて。お、宝箱があるぞ。ノーマル宝箱。大したことない。以上のショートケーキ、うまい！まあ俺ではレアチーズケーキ批判なんやけどな、チーズケーキと。いきますか、じゃあ。チーズケーキうまいからな、食いたなってたな。買いに行こうかな、これだったら。ここなら落ち着いて話ができる。なんとかなった。教会に入る手続き。許可は得たが、先ほどの事件の後では警戒されるだろうな。警戒は元からでしょう。今さら関係ないんじゃない？そうだよな。やましいことはないし、行ってみよう。ロゼさんがいらしてから、スレイさんの積極さに磨きがかかった気がしますわね。心配する方の苦労も倍だけど。世話をかける。決めたのは俺だから。それに教会の中の神殿を見るのも目的なんだ。貴公はどこか教皇様を思い起こさせる。あの方も人のために身を惜しまぬ方だった。無駄な苦労好きなのね。そうなんだ。宿を用意した。天族の方々も今晩はゆっくり休んでもらいたい。ですが団長、潜入したボリスが連絡を絶ってもう3日です。急いだ方が。ボリスって？この長雨で食料事情は良くないが、ペンドラゴン名物のドラゴ鍋を用意させよう。心配ではないのですか。たった一人の弟でしょう。これ以上自分たちのつけを貴公らに背負わせたくないのだ。今は体を休めてくれ。セルゲイさんのお言葉に甘えましょう。わかった、ありがとう。弟が票任しとるパターンですね、これね。見えましたよ。見えましたよ、道筋は。すべてね。RPG の天才、名探偵工藤新一を超える男、服部平次の血を受け継いだ、服部平蔵ですから、俺は。いきます。こっちか。あれ？え？宿は行けって？何のためにここ連れてったんじゃ。セルゲイ！どうしたんだよ、あんまり。やだやだ話よかったやろ、セルゲイ。さんっていい人だな。いやいや、カンカン。はい。帝国の騎士団を率いるには、はい、正直すぎる気もしますけど。だな。ちゃんとやれてるのかな。他人の心配してる場合じゃないと思うけど。こんな手間かけさせやがってあいつ。この雨の走らせるわけやから俺らを。しゃ、口コミ引いた瞬間即掛け。偏教術か。確かに共鳴の教やな、確かあの字。でもなんかちょっとしっくりこへん響きやな、天教術って。うふー、ごちそうさま。おい、下品だぞ。よく食べるな、こっちの二人もね。結構なお味だったのでつい。ドラゴ鍋85点。食べれる時に食べとく主義なの。子供の時から仕込まれたんだ、戦士の鉄則だって。戦士か。戦士？ロゼたちは暗殺ギルドだろ。ね、昔は違ったんだよ。私たち前は傭兵団だったんだ。大陸一なんて呼ばれた。傭兵団。先に休むね、明日は仕事だし。ロゼの傭兵団ってもしかして前にデゼルが言ってたやつ。風の傭兵団だったね。
聞いたことがありますわ。たった100人で2万の大軍を敗走させ、一晩で3つの城を落とすほどの力を持っていたとか。ああ、主にローランスに雇われて活躍した伝説的な傭兵団だ。めちゃ強じゃないか。その上真偽に厚く、当時のローランス皇帝も右腕として頼るほどの存在だったはずですが。確かにそうだった。だがローランス皇家が裏切りやがったんだ、俺の仇とつるんでな。ローランス皇家が兵馬と組んでるだって？驚くほどのことか。いや、人と兵馬は別の存在じゃないんだしな。はい、むしろ表裏の関係と言っていいでしょう。むしろ枢機卿の力が兵馬のものだとしたら辻褄が合う。ロゼが裏口から外に出た。目を離すところだ。おい、デゼル。まさか暗殺やな。暗殺依頼があったのか。どなたを？ロゼさん一人で？どっちにしろまずいよ。ロゼ、やっか、デゼル消えとるやんけ。なるほどな。ザビーダもおそらく関係してくるやろな、デゼルと。あいつは風やもんな、同じ天族で。で、あいつ明らかに悪者っぽいもんな、顔は。風の傭兵団。え、次どうするん？あー、そこか。ペンドラゴンの左に入ったことかな。行きますか。こっち側から行けるとこですね、多分ね。ここかな。ここですな。いますよ、いますよ。どうしたの？みんなして。ロゼこそなんでこんなとこに。ただの散歩。なんか食べ過ぎちゃって。ったく、本能のまま動くんじゃない。誰かを暗殺する気なのかと思っちゃったよ。するよ、依頼あったし。戦いを起こしたやつを殺してくれって、この前の戦争で息子を亡くした人から。今回の侵攻は1年前に皇帝に進言されてた、マシドラ教皇の名でね。まさか教皇様を？待て、教皇は名前を使われただけじゃないのか？行方不明なんだから。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。微妙だからね、失踪した時期と。そこはよく調べなきゃ。もし調べた結果が。悪ならやる。それが風の骨だよ。相手が教皇でも。教皇でも皇帝でも同志でもね。あれ、私なんか変なこと言った？そこまで言い切って聞かないでよ。もちろん見境なく殺すわけじゃないよ。どんなやつかちゃんと確かめてから。うん、よくわかった、ロゼのこと。そう？ならいいけど。僕もわかった気がするよ。ロゼが汚れを生まないわけが。スレイ並みに変なやつ。嘘のない方なんですね、ロゼさんって。昔からそうさ、こうぜ。教皇様って戦争を起こすような人なのか？セルゲイさんの話とは印象が違いますよね。大国の指導者だよ。一筋縄じゃいかない男なんだろうね。評価紙の中を見回ってみよう。おお、なるほど。まあ、当分ちょっとイベントが続きそうなノリですね。お、ドラゴ鍋。パーティーの HP40% で 50% 回復でかいな。
待て待て。ヤギ飲んだらヤギと回復いらん。ドラゴン鍋が一番でけえかな、これ。誰かの HP 60% 未満の時 HP 15% 回復。ドラゴン鍋ですね、高橋さんも的にも。うん。装備品の融合って、実は法則性とかあるの？さすがロゼさん、その通りですわ。融合において、ランダムで決まることは一切ありません。眠くならない範囲で教えてくれる？はい。まずは融合ルールは、同じスロット位置のみで発生します。これだけでも複雑でないのがわかるかと。2つのスキルがスロット1とスロット3に入ってることもあるけど、意味があるわけだ。そうです。どの位置にスキルがあるか、それも装備品の価値を分ける重要なファクターですわ。重要な。でもって、あら、寝てます。なるほどね。これ結構ややこしいんやな、この装備のスキルのところが。結構な、これ俺を、あ、未だにいまいち分かってんし、多分最後まで分からへんと思うけど、負けたら理解しようとするかもしれんな。戦いにな。パーティーはデゼル。エドランを入れとくべきですね。まあ、あとはミクリオで十分強いかな。さて、はい、じゃあ一旦とりあえず今回は20分来たので、ね、終わりたいと思います。ありがとうございました。